第一コリント二章一節。さて兄弟たち、私があなた方のところへ行った時私は優れた言葉、優れた知恵を用いて神の証しを述べ伝えることはしませんでした。まず最初に、私はパウロが哲学的な説教のやり方を使わなかったという事実にあなたの注意を促したいのです。 彼は神様の御言葉の解説者でした。奥義とは単に以前は明らかにされていなかったものという意味です。パウロが述べ伝えた神様の奥義は十字架につけられたイエス・キリストでした。十字架につけられたイエス・キリストは以前には述べ伝えられていませんでしたが、今明らかにされたのです。旧約聖書においてはキリストの十字架は型や予言の中に示されていただけでした。実際の出来事はまだ新しいことで以前には明らかにされていなかったことでした。 第一コリント二章二節なぜなら私はあなた方の間でイエス・キリスト、すなわち十字架につけられた方の他は何も知らないことに決心したからです。パウルは議論になるような哲学的なディスカッションを始めることはしませんでした。彼は単純にキリストの十字架を述べ伝えることに留まりました。彼は世の罪のために死なれた十字架にかけられた救い主のことを述べ伝えたのです。今日そのようなタイプのミニストリーがとても必要とされています。 1> 第1リント2章3節あなた方と一緒にいた時の私はようやく恐れおののいていましたパウロは自分の心を開いて一番奥底にある考えを私たちに見せてくれます彼は自分が彼らと共にいた時にはとても動揺していたことをはっきりさせています彼は 弱く恐れおののいていました。神様がこの世の弱い者を選ばれたと彼が言うことができたのも不思議ではありません。それでも彼は偉大なインテリであり、多くの意味で偉大な人物でしたが、パウロは自分自身のことで得意になれるようなことは何一つ持っていませんでした。明らかに彼は自分のことを偉大だなどと思いもしなかったのです。 1> 第1コリント二章四節そして私の言葉と私の宣教とは説得力のある知恵の言葉によって行われたものではなく御霊と道からの現れでした。 この時代、私たちはとても多くの人間の知恵の言葉を持っています。とても多くの説教がなされていますが、見たまと道からの現れによって行われたものはほとんどありません。ただ正しいやり方、正しい題目、正しい形式さえあればよい、というような風潮です。私たちの説教にはどれほど精霊の力が必要なことでしょう。第一コリント二章五節。それはあなた方の持つ信仰が人間の知恵に支えられず、神の力に支えられるためでした。 言い換えれば、もし人を勝ち取るために人間の知恵が使われたのなら、その人の信仰は人間の知恵の上に立っているということです。もし人が神様の道からを通して信仰に入ったのなら、その人の信仰は神様の道からの上に安らぐのです。私が今日の弁償論的な説教について心から多くの疑問を投げかけるのはそういう理由からなのです。 例えば聖書は神様の御言葉であるとか創世記の一生は科学的であるとか大洪水は本当に起こったとかいうことを証明,する証明しようとするなどということです私は確かに証明することができると信じていますがでも私たちは聖書の霊感を実際に証明できるかどうかに救いがかかっているのではないことを理解する必要があるのです質問はこうですあなたの信仰は何にかかっていますか弁償 弁償法的説教は神様の御言葉に私たちの注意を促しますが、私たちの信仰は神様の道からにかかっていなければならないのです。第一コリント二章六から七節。しかし私たちは聖人の間で知恵を語ります。この知恵はこの世の知恵でもなく、この世の過ぎ去っていく支配者たちの知恵でもありません。私たちの語るのは隠された奥義としての神の知恵であって、それは神が私たちの栄光のために世界の始まる前からあらかじめ定められたものです。 パウロははは言いいまます。私はこの世の世やり方は一切使いません。7節聖書の中で使われている奥義という言葉はそれまで沈黙していたものが今声を発するようになったという意味で使っています。つまり知られていなかった知ることのできなかった。 っっったたもののが人類にによよて今知られるよううなったというのです新約聖書における奥義はいつでも人間の知性の活動によっては見つけることはできないけれども明らかにされたので人間の知性が理解することができるものを意味しています。パウロは「私たちには哲学がある」と言います。この時代のものではなくこのようなものでもありません。これは神様の知恵であってキリストの十字架に属しています。 第一コリント二章八から九節。この知恵をこの世の支配者たちは誰一人として悟りませんでした。もし悟っていたら栄光の主を十字架につけはしなかったでしょう。まさしく聖書に書いてある通りです。目が見たことのないもの耳が聞いたことのないものそして人の心に思い浮かんだことのないもの神を愛する者のために神の備えてくださったものは皆そうである。 ご覧のように彼らは知らなかったのです。旧説。人の心に思い浮かんだことのないもの。つまり、熟考や考えることや論証によっても心に浮かぶことがないということです。人間の手段によるのでは手に入れることのできないものがあるのです。神様を探しても神様を発見することはできません。神様が神様を愛する人たちのために備えてくださっているものは、身や耳や論証によって伝わるものではないのです。では、どのようにして伝えればよいのでしょう 第一コリント二章十節神はこれを御霊によって私たちに掲示されたのです。御霊はすべてのことを探り、神の深みにまで及ばれるからです。 目や耳を通して伝えることのできないものを神様の御霊が私たちに教えてくださいます。聖書の歴史や史家など聖書を勉強することで学ぶことのできることがたくさんあります。でも私たちは霊的な真理をそのようにして得ることはできません。なぜなら神はこれを御霊によって私たちに掲示されたのです。神様の御霊によってしか私たちに示されることのできないことがあります。 第一コリント二章十一節。一体人の心のことはその人のうちにある例の他に誰が知っているでしょう。同じように神の御心のことは神の御霊の他には誰も知りません。あなたと私はお互いを理解することができます。なぜなら私たちは人間の例を持っているからです。例えば私はあなたが転んだ時にどのように感じるかわかります。恥ずかしいですよね。私には人間の例があり、彼にも人間が例 人間の例があるので、私は彼がどのように感じたかよくわかりました。でも私には神様がどのように感じられるかはわかりません。もし私が神様のことについてどんなことでも理解しなければならないのなら、神様が私に明らかにしてくださらなければなりません。第一コリント2章12節ところで私たちはこの世の霊例を受けたのではなく、神の霊御霊を受けました。それは恵みによって神から私たちに賜ったものを私たちが知るためです。 神様の御霊が私たちに明らかにしてくださった時にだけ私たちに理解することのできることがありますそして神様の御霊は自由にそうされるのです神様の御霊は私たちの教師になりたいと望んでおられるのです第一リント二章十三節この玉物について話すには人の知恵に教えられた言葉を用いず御霊に教えられた言葉を用いますその御霊の言葉をもって御霊のことを説くのです 今パウロははととても深なことを言います。す。それは聖書の中ののの中自明の理の一つです第一コリント2章14節生まれながらの人間は神の御霊に属することを受け入れません。それらは神彼には愚かなことだからです。またそれを悟ることはできません。なぜなら御霊のことは御霊によってわきまえるものだからです。」 もしあなたがクリスチャンでないなら、私が言っていることはあなたには愚かに聞こえるでしょう。もしそうでないなら、あなたは、あなたか私のどちらか、 が何かおかおしいのです神様は生まれたままの人間は救いのためのキリストの十字架の説教は愚かだと思えると言われます。ただ単に彼には理解できないのです。それにもまして、神様の御霊が理解できるように私の心と理性と開いてくださるのでなければ、私には神様の御言葉を理解することができないのです。神様の御言葉は霊的に識別されるのです。神様の御霊だけがキリストのことを私たちに示してくださることができるのです。 第一コリント2章15から16節。御霊を受けている人はすべてのことをわきまえますが、自分は誰によってもわきまえられません。一体誰が主の御心を知り、主を導くことができたか。ところが私たちにはキリストの心があるのです。御霊を受けている人は自分のうちに精霊を持っている人のことです。その人は神様の子供です。神彼はすべてのことをわきまえます。とは、これらのことを理解するという意味です。 その人は神の真理を理解しますが、その人は生まれたままの人には誤解されるのです。実際私たちは生まれたままの人間に多くを要求することはできません。その人はあなたに私は自分のできるだけのことをしますと言うでしょう。それぞれがそのような人間であるのはその人と聖書、神様の御言葉との関係によるのだということを見ることになります。生まれたままの人には神様の御言葉は愚かです。霊的な人は神様の御言葉を識別し、その重要さを認識します。